はい、どうもこんにちは。ゲーム大好き人間です。今日はね、石が400個肝試しイベントを進めることによってね、溜まったので、ガチャの方、肝試しイベントね、ガチャの方が来てるんで、そちらの方を引いていきたいと思います。そしてね、今回のガチャ最初の11円がね、星4キャラ確定で出るということでね、星4浴衣キャラ確定っていうね、これは今までにないぐらいいいイベントなんでね、皆さんを忘れずにしっかりと引いてください。ちなみにね、ミコともベル君もね、両方ともかなり使えるキャラとなっております。自分的にはね、ベル編のクエストを進める上で、ベル君がパーティーにいないとね、S ランクが取れないクエストが何個かあるんで、ベル君の方が出てくれたら嬉しいですね。まあ運よく両方出るなんてこともあるんですかね。まあそんなことをね、期待しながら今回はガチャの方引いていきたいと思います。まあ浴衣キャラなんでね、きっと冒険者が出てくれるでしょう。もしかしたらアシストの方もいるかもしれないけど、頼むから冒険者。さて、おお、安定の虹色、まあ確定だからね、虹はほとんど出るよね。おっと、クロエロロ、シルフ、あれ、シルとクロ、お、いつも言っているが、いつも言ってるが、初心を忘れるな。初心を忘れるな。誰だ？あ、タケミカツチか。これ持ってなかったな。いい。今回追加されたのかな？そういうわけじゃないのかな？ちょっと銀多いな。銀が多い。多いな、銀、本当に。ヒュジュネちゃん。クロエロロ。なんか、1回の11連すると被ること多いですよね。いつも言っているが、初心を忘れるな。かぶり多くね。ケミカズチ、なんで11連で同じキャラが被るんですかね。こんなにいっぱい。ヘファイストス。お、誰だ。浴衣って簡単に脱げちゃうんですね。この声はね、ベル君だ。ベル君かっこいいな。ベル君いいね。ベル君、いや嬉しい。うわー、いいね。星4キャラ、ついに星4キャラ2体目となりました。冒険者の方、これでだいぶパーティーの方が強化できる。そしてしかも浴衣、これはかなりでね、今ね、限界突破の、アイテムがね、もしかしたら、もしかしたっていうか、お知らせの方に書いてあったんですけど、もらえるみたいなんでね、そういうイベントアイテムが出るみたいなんですけど、このイベントガチャ限定で出るこの浴衣キャラとかの限定アイテムは別途配信のようなので、今回のねアップデートでは来ないんですが、まあ、かなり使いやすくていいんじゃないかな。おお、ベル君、またねこれをパーティーに入れてしっかり強化してね、このキャラは強化しやすいので、スキルの効果でね、なんでこのキャラ強化してモンスターフィリアに、ね、挑めればいいかなって思います。ということで、今回の動画はこれで締めさせていただきたいと思います。この動画が良ければね、チャンネル登録ボタンと高評価の方を押していただけると幸いです。自分の動画にはね、他にも断面もの動画が上がってるので、そちらもぜひ見てください。ではね、また次回お会いしましょう。またねー。